日にち決めようや。日にだから12月の末まで。12月の末までに、44万。で、1月の末までに44万。合計88万だけど、約90万。マジなんだっつうの。冗談抜きで。今の俺の収入から言ったら払えねえや。クリスマス？クリスマスはね、クリスマスは確実にやりますから。クリスマスの25日とかできないけど、クリスマスは、イルミネーションをね、東京都のイルミネーション絶対回るから、約束する。指切り現場、嘘ついたら髪の毛を全部剃る。指切った、本当に。絶対やるから。イルミネーション配信、本当楽しみにして。皆さん、見たことないと思いますんで。ありがとう。ありがとうございます。本当に。俺のこと聞き、本当にマジありがとうね。今 LINE くれたかした。いや、本当気使ってくれて。ありがとうございます。まあ分かって、みんな俺が口に出せないこと分かって、俺がこれ言ってしまうと罰金100万ちょ、俺がこれ言ってしまうとね、罰金100万取られるんだって。だから理解してください、お願いします。俺も配信でこれからやりたいこといっぱいあるからさ、頼む。いやいや、すまん。酔って喋らない。そう、それはまあもう本当に肝に銘じている。だったらこうしてね、頼むよ。罰金100万じゃないよ。罰金は100万だけど、だからその約束を守んなければ罰金100万なんだけど、だって支払い額は88万。合計な。ネムネムばっか頼ってられねえだろ、バカ。頼むよ、みんな。普通は働く、働いてすぐ稼げる感じじゃねえだろ。あひろにいらっしゃい。どうしてもリカピーのアイテム代に、まあそれはそうだな、そう言われるとな。うん、ピッピな。
お、大花火ねむねむありがとうございます。ねむねむさんありがとうございます。忙しい中本当にもう最近のこの時期はね忙しいのにねむねむありがとうございます。本当に助かります。本当に助かります。ありがとうございます。え、来たの？え、マジで？マジでお願いしますよ。いや、本当にありがとうございます。いや、俺もね、でもね、まあ、皆さんがさ、アイテム投げてくれたりするじゃん。それを結局、他に投げたりとかすればさ、な、みんなのアイテムを他に投げてってなるから、考える考える、そこら辺考える。マジで。いや、俺の金は自由だよ。でも最近の俺の金の使い方ってさ、すごい荒れ狂ってたやん。だろ？荒れ狂ってたから、そこの点はやっぱ考えないと、リスナーもなんだこいつのユイカの使い方っていうのあるじゃん。やっぱそこは考えないとなと思った。リカピーと LINE じゃないよ。今ね、沼先輩とね、ネムネムと、ランラン。囲いが振り込めば80ぐらい余裕。いやーそんなことない。80ってでかいぞ。80でかいぞ。マジで。80はでかい。マジで。俺だって 月の収入を超えるもん。レカピー投げてユウさん投げないわけにはいかない。あ、ネギありがとうございます。ネギ、レカピー応援してやって。まあね、ネギはどちらかというと俺のリスナーでもあるけどね、リカピーのリスナーでもあるじゃん。応援してあげてください、あいつ。俺はね、自分が幸せにできなかったからさ、そうそう、リカピーと別れただけであって、あいつのこと応援してあげてください。本当にお願いします。うん、マジで、花火ね、ありがとうございます。嬉しいよ。なんかね、もっともっとリカピーに優しいな。俺だって、大げさかもしんないけど、大げさかもしんないよ。あ、あら、大花火かこれ。大花火ありがとうございます。匿名さん、もう多分いつものね、匿名さんだと思うんで、大花火ありがとうございます。俺な、正直なんで言うよ、正直の頃、もう酒枠だからな。ありがとう、お花火。あ、違った。お、あ、お花火、ありがとうございます。ありがとう。俺、正直なの言っていい？俺さ、あ、少なくて、花火、ありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。俺ね、正直なところ言うよ。今日だから。今日だから言う。ずっと酒飲んでからさ、今日だから言うよ。俺はな、自分が、ね、サイバーリカピーっていう女を、な、幸せにできなかったから。あ、ありがとう。今度飯食いに行こうぜ。今度飯食いに行こう。弟よ、頼むわ。飯食いに行こうぜ。マジで。まあ男同士で話せる話もあるじゃん。頼むわ。まあ普通のおっさんだから。俺さ、自分でね、幸せにできるんだったらサイバーリカピーを幸せにしたかったよ。でもな、自分で幸せにする能力がないから、俺はサイバーリカピーと別れたんだよ。だからあいつには幸せになってもらいたい。それは今までで一番最高の女だと思っているから。それだけだよ。だからお前らで幸せにできる人間がいるんだったら幸せにすればいいんだよ。うん。
本当にそう思ってる、冗談抜きで。それが俺の本心だよ、マジで。俺が幸せにしたいよ。でも俺のそれの今の自分の俺のその器量がない。でもいつか自分がね成長して、あいつがその気があるんだったらどうかわかんないけど、リカピーだって幸せになれっこない。だったら俺が幸せにしてやるよ。あいつに気があるなら俺が絶対幸せにしてやる、一でもな、って思うよ。じゃあ本当の正直な気持ち。なんかまずい、他に幸せにできる人間がいねえんだったら俺が全力でやってるよ。命かけるって言ったら大げさだけど、リカピーはその気がない。まあ俺に対してな、それは分かってるよ。分かってるよ。 LINE 確認して。 LINE 来てねえよ。 LINE 来てねえよ。ねむねむらんらん沼先輩だけだ。幸せきゃたくやだけポン酢醤油があるうちさ、ポン酢醤油はキッコマン、ポン酢醤油はキッコマン、キッコマン。リカピーにその気はないんだろう、気づけよ。まあ俺もそう思う、ないと思うよ、あいつに気はないだろう。リカピーだって遊ぶ権利がある。でも幸せになってもいいんじゃねえか、あいつもいろんな経験をしているから。先週、リカピーとね、たまたまね、YouTuber にいた。本当に。これくらいのパンチ十分なんだよな。ショートレンジからの右斜めのアッパーで十分なんだよ。マジで。あ、頑張るよ。ヒロニーありがとう。ヒロニーありがとうございます。本当にありがとう。俺も頑張っていきたいよ。な、20とか30とかさ、な、花火が飛ぶような放送になりたいよな。